こんにちは、オギのキッチンスタジオです。お正月も終わり、日常が戻ってまいりました。今年度もよろしくお願いいたします。2022年一発目のメニューはお餅でラザニア風です。材料を見てみましょう。お正月で余ったお餅を洋風にアレンジするレシピです。とっても簡単なので早速作っていきましょう。では切っていきます。切り餅です。切り餅は3つ使っていきます。半分に切って、切ったものをさらに4等分の薄切りにしていきます。では切っていきます。まず半分に切ります。はい、こんな感じで切りました。この半分に切ったものを4等分に切っていきます。まず真ん中で1回切って、でさらに半分に切ります。お餅こんな感じに残りの2枚も切ってください。でお餅硬い時は、切る時は十分注意してください。お餅3枚分切りますとこのぐらいの量になります。では次にベーコンを切ります。ベーコンは2枚分です。だいたい2センチ幅に切っていきます。では切ります。2センチならだいたいこのぐらいですかね。だいたいこのぐらいの大きさに切ってください。ではこちら、とろけるスライスチーズです。2枚使っていきます。本日ご紹介しておりますメニューは2人前ですが、器お家にあるもの様々だと思います。今日3層にするんですけれども、チーズ2枚使っていって、ちょうどこのまんま器の中に入るので切らずに使います。もしお家の器形が違っていてチーズが入らなければ、チーズを切っておいてください。ではオーブン対応の器を用意してください。こちらの器を今日使っていきますが、具材がくっつかないように油適量を塗っていきます。本日ハケで塗っていきますが、お家にハケがない場合はペーパータオル等で塗っていただいても大丈夫です。じゃあ塗っていきます。こちらの側面もよく塗ってください。塗っていただくとお餅がくっつきにくくなるので忘れないようにしてください。ではこんな形になります。では器に具材を入れていきます。本日お餅とベーコンとミートソースを3層になるように重ねていきます。お餅、ベーコン、ミートソースです。でミートソース、こちら 50g になります。ミートソースを最後一番上にもかけますので、分量を調節して入れていってください。では入れていきます。まずお餅入れます。お餅入れるとこんなんです。ではベーコン入れていきます。ではミートソース入れます。スプーン使って入れてください。チーズを入れます。上にかぶせるようにで入れてしまいます。でそうしましたら、またお餅入れていきます。最後なんで、もう具材は全部入れてしまって大丈夫です。でベーコン入れます。そうしましたらミートソース入れます。そうしましたら、またチーズ入れていきます。チーズ乗せます。で最後になりますが、粉チーズをかけて、そして焼いていきます。粉チーズ適量になります。好きな方はたっぷりかけてください。ではかけてきます。私はチーズ好きなので結構たっぷりめに今日用意しました。はい、ではこんな感じになりました。こちらをオーブン200度で15分から20分焼いていきます。では入れていきます。熱いので気をつけてください。中段で入れます。ではスタートします。熱
とは15分待つだけです。では取り出します。熱いのでお気をつけてください。お、いい匂いがしますね。じゃーん、こんな感じです。とっても美味しそうです。お餅でラザニア風いかがでしたか？とっても簡単にできて、しかも美味しい正月明けの味変にも、残ったお餅を使い切るにもおすすめなメニューです。ぜひ作ってみんなで食べてみてください。では次回お楽しみに。